身延二十一代非行士も本模式季身延三十三代飛、トールも本佐渡試験本尊は、日蓮が佐渡入る中の文英十年七月八日に図見したと、されるホッケマンダラ。身延三山駆動寺の所蔵であったが、明治八年の身延大火で消失した。佐渡試験という名前は、同本尊に記された、文英八年、多彩家の都執事九月十二日。 五関係をこうむうり佐渡国に呼んで去る。同十年、多彩起有七月八日これをずす。この北家卿の大曼羅は、仏滅後二二千百二十四年、一円舞台のうち、未だこれあらず。日蓮初めて、これをずす。という三文による。身延二十二大被縁の、身延山駆動寺、連祖後、魔官いる箱の次第には、絹の領朝なり、超五尺八寸。 同三十三代比、トールの五本尊館にも、絹地幅二百六寸一分長五百八寸二分と、あることから、縦百八十センチ、近い大幅の曼羅で、材質は絹であったことが知られる。絹を材質としている曼羅本尊はこの他に、京都妙曼寺蔵天目寺四本尊人のがあり、京都で平成二十二年に開催された、 日蓮と北家の名宝天に出展された。その図録の解説には、中尾隆氏によって、佐渡試験本尊と、素材、大きさの近似性が指摘されている。また、佐渡試験本尊を御図典したとされる文英10年7月以降、文英11年6月の天目授与の、曼羅本尊までは、他の曼羅本尊が伝承されておらず、御図典の順序が連続する、可能性が指摘される。 著名な模本としては、ミノブ33代比、トールの五本尊館、村上有信ノ妙集先鉄本尊館がある。沢渡一国名生じにも五神筆の複製なるものがあるが、明らかに妙集先鉄本尊館をもとに制作されたものであり、とても複製とは言えない。これらの模本は、マンダラの図式を写し取っただけの模式図というべきものであり、 日蓮の時代などを正確に写しているとは言えない。さらに得意な模本として、国中会の田中智学が自ら著写したものがあり、会員だった作家の宮沢賢治もこの本尊を受けている。これなどは、前出の模本の内容と食い違いがあり、模式図とさえ言えない。模式図や主人の記録によって、僧帽、大きさ、材質など、細かな情報を知ることができるが、日蓮が、 佐渡在島中に図見した曼荼羅の中では、諸村の感情が多いことに加え、材質が極めて稀な絹であること、大きさも抜き出て大きいという、いくつかの例外が重なっており、そもそもが技術であったという可能性が指摘されている。平成22年に、立正大学の日蓮教学研究所の編纂により、本曼寺法もつも黒く録が出版されたが、そこにカラーグラビアとして、 身ノ二十一代日星の模本が初めて公開された。この模本は文字の雰囲気までもが映されている。日星は身ノ三山駆動寺御霊法記録を残すなど、身ノ山蔵の日蓮大聖人ご親戚の整理、伝承に力を入れたことで知られており、さらに模本制作にも長けていた。かつて身ノ山には日蓮大聖人ご親戚の立正暗国論が存在していた。 日干しの霊法記録にも5成分20紙、第5を合わして401行と記録されている。日干しが身延の旧造本を模写したとされる本万寺像の立正安国論は文字割りまでも20紙401行に書されている。日蓮は文英10年4月25日、如来滅後後500歳士関心本尊書を著述し、自身が図見される大万太郎本尊についての 競技的な意義を表示した。佐渡試験本尊の図見は、その3ヶ月後である。当初は、文英10年8月15日、史上史に当てて出された書状とされるが、新筆は現存せず、六外語書に、初めて収録された。文中、漫洛本尊に言及する言葉があるが、中でも、十羅説女の中にも、さつき大女の守護深かるべきなり、という言葉に注目される。 日蓮図兼の曼荼羅本尊の中には、十羅説女の個別名が列記されているものがあるが、十羅説を列記する例は、大幅の大曼荼羅本尊にしか見られない。文永十年八月十五日の、京王殿御返事に、十羅説の中の、札木会の名前を受け替えてあげられているのは、この時期、十羅説の名前を列記した大曼荼羅本尊があった、ことの傍聴であり、それは、 文英十年七月八日の佐渡試験本尊であると思われる。ありがとうございます。